こんにちは。勝ち癖をつけるっていうね言葉がありましたし、それから売り癖をつけるとかいうのがありますけども、これはね本当逆にですね、占い癖とかね負け癖がつくと目も当てられないわけですよね。まあ、ですのでやっぱりこう勝負をしていって、まあ、小さな勝利を習慣にしていくっていうのは一つ必要なことじゃないかなと思いますし、ビジネスを志すならね、やっぱこうセールスすることを当然のように、挨拶をするのと同じぐらいセールスをするぐらいにしていってもいいんじゃないかなと思うんですよ。で、ここでですね、あるね、ナンパ師の、まあ、名言というか、いつもそのナンパ師がのお話していることを、ここで焼き直したいんですけども、まあ、モテるやつってのは、一部のね、イケメンを除いて、勝手にモテるんじゃなくって、やっぱりね、10人中10人に声をかける、まあ、そういうふうな細やかさ、まめさを持っているそうなんですよ。それこそ好みとか見た目とか関係なく、もう10人中10人、100人中100人にアプローチをかけるから、だからね、反応がいいということらしいんですよ。要するにモテ癖をつけるっていうのとはちょっと違いますけども、とりあえず諸星当たるように声をかけまくっていくと、その習慣を自分のものにして染み付いてるから、もう本当にね、挨拶をするように、呼吸をするように、デートの約束をしたりとか、電話番号、 LINE の ID を聞いたりとかっていうのがスルスルスルっとね、普通にできるそうなんですよ。もちろん全員が回答してくるわけではありませんし、気もあるがられて去っていく人もいますけども、でもその人が言うのはね、なんか大人ぶって何も喋らなければ向こうから来るのを待つしかないと。でもビジネスに例えてね、セールスしないのにお客さんが売ってくださいっていうことってありますか？やっぱりこれがいくらですとか、ローンも対応してますとか、どんな特徴がありますとかね、いついつまでにはこういうふうなキャンペーンがありますとか、やっぱりこう特徴を知らせていくことによって売れる可能性を高めていくはずなんですよ。だからやっぱりモテる人っていうのも、やっぱね、こう全てのチャンスを生かして、それこそコンビニの店員さんにすら声をかけるぐらいの力量がなければ、そんなにね、百発百中でいかないんでダメですよって言ってましたね。だからその、モテモテ師、ナンパ師の方に言わせると、普通の人の方がね、傲慢だって言うんですよ。それはいい出会いがあったらその時にね、勝負かけようと思ってるからだって言うんですよ。いい出会いがあったとしてもね、そんなね、めったにない出会いに全力投球する、それでうまくいきますみたいな、そんな百発百中みたいなことってうまくいきます？私はどんな関係でもどのぐらい口説けるかってことにやっぱ挑戦していく、高いレベルの人もそこそこの人も全然侮れないんでね、やっぱこう見た目が悪いからって言って絶対に OK してくれるわけではないし、自分の条件がね整ってるからといってまあモテるわけでもないし、自分がモテないことを前提に、頑張らないと売れないことを前提に、あの手この手とプロモーションをかけていくのがナンパ師とビジネスマンの共通するところじゃないかっていうふうに言われてましたね。だからやっぱね、ビジネスをするぞ、稼いでいくぞっていうふうに掛け声をかけてる割には売る瞬間がなさすぎるんですよね。売らない癖がついてるんですよ。やっぱ売り癖をつけていかないといけないし、商品は1円のものからそれこそ100万円のものまでちゃんとラインナップをね作れるよと。その時には商品がなくてもとりあえずセールスをかけといて、予約を取った後で商品作っていくよと。で、作れなかったら、すいません、販売が中止になりましたでいいじゃないですかっていうことなんですよね。ところで速稼塾の中にはね、こういうトレーニングがあるんですよ。とりあえず100万円の注文を取ってこいと。10万円のものを10人でもいいし、1万円を100人でもいいと。100万円1人でもいいと。とりあえず100万円の注文を取ってこいと。注文を取った後で、それが売れるかどうか、商品が作れるかどうかは考えていきましょうってことなんですよ。ね。じゃあ、100万円の商品を作るから、100万円のセールスをしました。1件、あの手この手で制約を取りました。でも100万円の商品が作れませんでした。販売中止でいいわけですよ、それは。お金を何も受け取ったわけじゃないからね。で、あ、自分でも100万円の商品がないのに掛け声をかければ売れるんだっていう体験もできるし、売れなければ売れないでね、商品単価が高すぎたのかな、それともお知らせする方法がちょっとタイミングが早かったのかなとか言って、必ず反省材料になるわけですよ。だから売ることを習慣にして、当たり前のようにおはようございますとかね、はじめましてと同じように、私はこういうビジネスをやってるんですよ言えるかどうかですよね。で、100歩譲って仕方なく
どうしても金額が言えないんだったら、私の YouTube チャンネルはこれです、チャンネル登録お願いします、もしくはメールマガジンやってます、ミルマガの登録こちらです、ぐらいは言えるでしょってことなんですよ。はい。私がね、メルマガ1年間で2万人の読者を取ったのは全て目の前で、これちょっと私のメルマガなんで登録してもらえます、そうそうそう、そうクリックして、あ、貸してもらっていいですか、はい、登録できました、これですからね。これを繰り返していくことによって周りの人も、あ、久保さんにやったらなんかメルマガ勧められるから、もう言われる前に登録しとこうみたいな流れできるわけなんですよ、ね、久保さんにやったらメルマガの登録お願いされるよとかね、あ、久保さんにやったのメルマガの登録お願いされんかったみたいな、ね、そういう風な噂になったら勝ちですよ。久保に会ったら誘われるみたいなね、前提ができれば、私に会うことを OK した時点でセールスが可能だってことでしょ、うん、ということでございます。いってらっしゃい。